差し上げます。カルトと言われて尾をつける中で、それともう一つ人の弱みにつけ込んで、Kaku-Sekyu ごとろか自宅の前まで来て、これ Sekyuって昔なら棒持ってきたやつらが、今は丁寧なビジネスとか作業着に書面印刷しやがって、印字にやかに嘘っぽじそっくりそのまま、架空の詐欺に、詐欺強盗事件だけども架空の詐欺、狙われる人共通項、金持ちかもしれないし資産家かもしれない、金があるかと思って聞かれたら、実際そういう人たちもお金なくて困ってるのに、クソ野郎どもと全く内容のないカルト教団、何両方の共通項としては、それはただ盗んだ金が美味しいと思ってるやからだから、世の中の人たち一生懸命働いてる、涙と汗混じってる、働いた労働家族はしてる、おいお前らいい加減にしろよ、そこの底で暑い日であげるから、行ってきて戻らないから、てますよね。その金が欲しいって言ったら普通働くっしょっていうか、お金生活必要だったら働くじゃないですか。ほんとそんな人たちをね、大変愚弄しバカにしてる、真面目に働けんねん、盗んだ金味わって、ほんと性格もおかしく、でもね精神鑑定上ただ金が欲しいだけでありますからね。